さあ始まりました。皆さんこんばんはんぜー。あ、フジモンです。謎のキノコでございます。はい、はい、私はね1週間ぶりなんですけど、1週間ぶりね。はい、キノコさんはね連続でということで。そうですよ、珍しく2週連続で。はい、ね、今日もですね、皆さんにですね、頑張っていいパーツのね、情報をお届けしたいと思うんですけども、はい、はい、まずはですね、ちょっともうちょっと今日はサクサクといきたいと思いますんで、サクサク、よろしくお願いいたします。うん、はい、こちらからですね、まずご紹介させていただきます。はい、はい、初めてですね、ワンズチャンネルをご覧になられる方にですね、ちょっとしたご説明させていただきます。はい、ワンチャンネルはですね、日本の、あ、ごめんなさい、日本の当たり前ですね、はい、大阪の日本橋にですね店舗を構える PC パーツショップ PC ワンズの公式ストリーム放送となっております。はい、はい、毎週木曜日のですね、夜の9時から放送しておりまして、今話題の旬なパーツやおすすめ情報、その他各メーカー様の協力によってですね、私たちユーストの MC たちがパーツを使用して紹介するという番組となっております。はい、はい、そしてですね、当店ですね、アクセスマップといたしまして、はい、PC ワンズはここになります、ね、堺筋に面しております。はい、そしてエコワンズ、こちらですね、当店の真裏にございます。PC ワンズ、エコワンズともにですね、営業時間は午前11時から午後の8時までとなっておりますので、い、はい、ぜひぜひですね、お近くに来られた際には店舗の方にも足を運んでいただければと思います。い、はい、そして、続いてこちら、ね、PC ワンズの重大サービスといたしまして、このようにご用意させていただいております。もちろんそれ以外にもですね、こちらね、はい、パーツショップならではのフルカスタマイズ PC、 フルカスタマイズという、はい、はい、ね、BTO のパソコンとはね、一味も二味も違う、自分だけのですねオリジナルのパソコンを作れるということで、はい、ね、夢のハードディスク10台とかね、10台、はい、すごいな、ね、ドリームマシンができるな、はい、ね、作れちゃったりもしますんで、はい、こういった形でですね、はい、フルカスタマイズご用意しております。はい、ワンズの店舗写真ですね、このようになっておりますが、ちょっと配置違いとかもね貼ってますんで、また近いうちに、こちらの写真は更新させていただきます。い、はい、そしてエコワンズですね、はい、エコワンズ PC パーツ、携帯電話買うなら売るなら、ね、というところで、い、エコワンズで取り扱っている商品は林さん、あ、ごめんなさい、キノコさん、はいはい、はい、ですね、中古の、まあ、の PC のパーツですとか、あとここ最近あの中古の携帯、こう最近スマートフォンが増えてまして、はい、あとタブレットも、そうですね、タブレット増えてますね、最近増えてたらしくてですね、ちょっと前、はい、あのフジモンのソニーのタブレット、はい、売れたらしくて、そうですね、うん、狙っとったのよ、誰かお客さん買いはったんで、ちょっと返しなっていう、いやいやいや、まあまあお客様にねお届けしてのね商売なんで、はい、いやいや、そこは、はい、今度ね、あの、何かあのタブレットがあったらぜひとも覗いてみたいなと思ってしまうような私ではございますが、はい、はい、まあ、あのそれ以外にもですね、LED の電球であるとかハイコリカとかですね、はい、エコのパーツ、ね、エコの商品を取り扱っておりますので、ぜひぜひこちらも、ご来店くださいませ。はい、はい、コアンズのサービスといたしましては5台サービスご用意しております、ね、やっぱし携帯電話取り扱う中では、永久明るも保証もございますので、こちらの、ね、携帯電話も安心してお買い求めいただければと思います。はい、はい、コアンズの店舗写真ですね、まあ、PC ワンズに比べるとちょっとちっちゃいんですけども、このような形になっております。今携帯電話があるところにですね、タブレットなどもドンと来てますんで、はい、ぜひぜひというところで、はい、はい、ちょっと今回はですね、もう紹介する商品がね、商品なだけに、サクサクと行こうかなと思ってるんですけども、皆さん大丈夫でしょうか、声とかね、届いてますでしょうか、届いてますか、届いてますか、声、声、誰が、え、誰が、あれ選手やらなかった、いや知りません知りません、はい、大丈夫です、あ、大丈夫ですか、はい、はい、大丈夫です。ではですね、まずですね、今回のまあ紹介するね、商品を、行く前に、まあ、ちょっと こちらのね動画をねご覧いただきたいと思いますので、どうぞ。Thank you.
ということですね、はい、もう、動画を、ね、流した時点でですねお気づきになられている方もいらっしゃったんですけども、はい、はい、ついに、ね、発売されましたされました ね、 ね、はい、インテルコア i3 第3世代の CPU、はい、ね、IB ブリッジ、はい、IB ブリッジ、はい、4月の29日、0時からですね、はい、発売となった、その時のですね様子を、まあ、深夜販売にですね、これ、お越しいただけなかったで、お客様のためにですねちょっとご用意させていただいたんですけども、はい、ちょっとねカメラのアングルが遠かったんで、まあ、設置するところがなかったというのもあれなんですけど、はい、そうですね、はい、はい、すいません、ただ実際は本当にねたくさんの方にご覧いただきまして、ね、はい、本当にありがとうございます。ね、1階のカウンターだったんですけども、はい、実際地下のね、そうですね、実際常くんが整理をこう、はい、誘導してたんですけども、はい、ですね、実は整理した際にですね地下行って一旦下にCPU クーラーとかがある棚あるんですけど、はい、そこが一周回ってるんですよね、実はお客さんで、あーぐるっとぐるっと回ってるんですよ、あれ、うん、でもう一回下にから上がってきてるところなんですよ、はい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 、2列目がはい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 、なんでまあ、それぐらいのね、本当にかなり良かったですよ、はい、深夜ね、ということもあるんですけど、お越しいただいて、はい、まあもう、いよいよ解禁になりましてですね、はい、もうゲットされたお客様もいらっしゃるんじゃなかろうかと、ね、いうところなんですけども、はい、はい、まだですね、手に入れてないお客様、またね、ちょっとどうなんだろうってね、思っていらっしゃる、ね、お客様のために、はい、もう発売してすぐでございますけども、今回私ね、このような形で頑張ってきました。ほ、どうぞ。はい、ね、ついに発売 Core i シリーズ第3世代 CPU 徹底検証 BNC48 BNC なんだそれ、はい、ね、BNC ベンチマークでございます、はい、ね、その性能を見極めるということで、なんだそれ、はい、すげえ、はい、新しい単語作ったな自分いや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 、もうね流行りのねあれですよ3文字かあと3文字で作るんですけど、はい、48っていうのはねちゃんと理由があるんです。何、はい、今回、このですね IB ブリッジの検証時間、私48時間以上となっておりますなるほど、はい、なるほどね、はい、なので、まあ、もういろんなね、まあ、ホームページとかでも情報が出てるんですけども、はい、まあその情報とはまた一味違ったね、情報も届けるんじゃなかろうかというところで、はい、私ね、フジモンが頑張ってきましたんで、ね、今日は1時間、この企画で、お楽しみ、お付き合いいただければと思います。はい。はい、では簡単にですね、IB ブリッジの主なスペックをですね、確認していただきたいと思います。どうぞ。はい、まずはですね、i7 の 3770K ですね。はい、一番上のモデルですけども、大人気。はい、コア数が4コア、スレッド数が8ですね。はい、CPU の動作クロックが 3.5GHz、ターボブースト時には 3.9GHz、ね、L3 キャッシュにつきましては 8MB キャッシュ、そして、内蔵 GPU コアがですね、サンデーブリッジと変わりまして、HD4000 と。HD4000 ですね。はい。そして、エクステンションユニットも16機、ね、うん、GPU コアクロックが 650MHz に、最大が 1150MHz、そして注目すべきね、はい、TDP。消費電力が 77W というようなモデルになっているんですけども、そのお隣のですね3770も大して違いございません、ね、はい、違うといえばここの、コアクロックですね、ここが 0.1GHz ほど、ね、低い、ただターボブースト時には、一緒というような違いですね、はい、続きまして続きまして、まだまだ出ております、
はい、続いては i5 の 3570K ですね。い、はい、こちらコア数4と3770と変わりはございませんが、スレッド数が 4と、ね、はい、そして、動作クロックが 3.4GB の 3.8GB。 これ動作クロック、あのこの数値、はい、はい、聞き覚えございませんか？ん？あれ？どこで見てるの？そういえば、はい、ね、2600K と、ね、同じ動作クロック数になっております。おお、すごい、はい、ただ、L3 キャッシュにつきましてはですね、6メガバイトということで、はい、はい、そして、内蔵 GPU コアも HD4000 と、ね、いう形になっております。そのお隣の3550につきましてもですね、CPU 動作クロックが 0.1GHz 下がっているのと、あと GPU コアがですね、またまた見慣れる HD2500 と。2500、はい、ここですね、 HD2500 というところ。 i7-3500、 あれ、本当ですね。失礼しました。これ失礼いたしました。 i5 でございます。 i5 でございます、はい、ね、すいませんね。まあまあ、うわ、ダメなんですけどね、愛嬌ということで。はい、そして、もう一つですね、i5 の3450というモデルもございます。はい、動作クロックが 3.1GHz、ターボブースト G が 3.5GHz、はい、GPU コアが2500、ね、このあたりはもう TDP は 77W、5つともですね、変わらないんですが、はいはいはい、省電力 CPU というのも同時に発売をされております。はい、はい、そちらのスペックをですね、今度は確認していただきたいと思います。はい、こちら。ん？切り替わらない。ちょっと待ってね。こちら。はい、行きました。はい、まずは i7 ですね、3770T。T でございますね。T ですね。はい、コア数が4コア、スレッド数が8。そして CPU 動作クロックが、2.5GHz と。2.5? はい。そしてターボブースト G が 3.7GHz と、うん。まあ、ターボブーストの時にね、一気に上がる感じなんですけども。ズバッと上がりますね。はい。その他はですね、3770K、3770などとあまり変わらないんですが、TDP がですね、45W と。45っていうのがすごいね。はい。今回登場している CPU の中でですね、一番低いモデルのタイプになります。そうです。はい、そして、同じくですね、省電力 CPU といたしまして、3770S というのもございます。はい、はい、こちらコア数スレッド数とも、に変わらずですが、 CPU 動作クロックが 3.1GHz と、はい、通常時 3GHz 超えということですね。で、ターボブースト時で 3.9GHz、 はい、そして TDP が 65W というところで違いが出ております。はい、はい、そして、あと2種類ね、ございます。はい、i5 の 3550S ですね、i5 の省電力タイプになりますが、コア数が4コア、スレッド数が4コア、ね、動作クロックが 3.0GHz に、ダブブーストが 3.7GHz、ね、ここから GPU コアが 2500HD2500 になっております。うん、そして、エクステンションユニットも16機から一気に10機減って6機になっています。6、はい、TDP は 65W。 そしてそのお隣の i5 の 3450S ですね、はい、こちらの動作クロックが 2.8GHz、 ターボブースト G が 3.5GHz と、はい、あとですね、3450S に関しては、GPU のコアクロック最大値が、50MHz ほどですね、他より低いと、はい、1100MHz という形になっております。はい、はい、4月28日にですね、登場いたしました。はい、はい、アイビーブリッジ、現在では9種類ですね、店頭にご用意させていただいておりますが、はい、大盛況でね、大盛況ですね。まあ、一部のモデルもなくなってたりはするんですけども、ですね、はい、はい、ただただただね、今回ですね、まあ、違った部分でですね、はい、ご紹介をさせていただければと思っておりますので、はい、では、続いてですね、ちょっと頑張って作ってみました。作ってみました。はい、藤本がなんと作ってみました。はい、まあ、言うてもインテルさんのね、ホームページからちょっと、日本語に直しただけなんですけど、いや、それでもすごい。はい、うん、アイビーブリッジですね、Z7 チップセットの相互関係図ということで、はい、まずですね、アイビーブリッジ、インテルコアプロセッサー。ね、こちら要となる CPU なんですけども、内部 GPU としていたしましては、HD4000 と HD2500 の2種類のですね、 GPU のモデルがございます。そして、IB ブリッジからですね、変更点がいくつかございます。
まず、こちらの PCI Express の部分ですね。はい、3.02 ネイティブサポート。ね、うん、今までですね、Z68 とかで、Gen3 のモデルが、ね、うん、ございましたけども、ついに、ね、ついに来ました。はい、IB ブリッジ登場のおかげで、はい、その機能が解放されると。そうですね。ね、いうところなんですけども、はい、それ以外でもですね、PCI Express 3.0 の、8倍ですね、2×8 レーン、うん、と、サンダーボルト、ね、サンダーボルト、はい、こちらもですね、まあインテルさんの中では、まあ馴染みのない言葉なんですけども、はい、はい、キノコさん、このサンダーボルトに関して何かご存知ですか？マックだったかな？はい、確かマックで採用しているんじゃなかったっけ？はい、そこまで詳しくちょっとごめんなさい。実は知らなかったんです。名前は聞いてるんですけどね。名前聞いてる。まあ、キノコさんがですね、言ったのとあまり変わりはないんですけども、アップルさんがですね、持っております、まあ、企画でございまして、まあ、アップルさんには USB 3.0 という企画がございませんので、はい、それに代わってですね、サンダーボルトという技術で、まあ、ご用意してるんですけども、はい、サンダーボルトのですね、転送レートっていうのは、はい、USB 3.0 より、早いんですよ。マジですか？はい。ね、まあ、ここの数値ですね、に関しては、まあ、アップルさんのホームページで一度確認していただければと思うんですけども、USB 3.0 よりも速い転送速度で、今後ですね、まあ、いろいろな、商品が、登場するのではないかというところなんですけども、ね、はい、それに対しても IB ブリッジからですね、対応できるようにということで搭載がされております。はい、そして、メモリーの部分につきましても変化がございます。ね、DDR3 の1333、ね、1333MHz のサポートだったものが、ハイブリッジから1600がネイティブサポートになっております。はい、ついに来ましたね。ね、ついに来ました。そして、CPU が、まあ、持っている能力と別にですね、またインテルの Z77、H77、B75 ですね、このあたりのチップセットと組み合わせることによって、発揮する機能もございます。はい、はい、今回 Z77 を抽出しておりますが、まあ、見ていただければ分かるよ、まあ、左の方ですね、今回から独立した3画面のサポートをしていると。はい、はい、ね、夢の3画面が1,2,3 と、はい、できてしまうというね。はい、それ以外で、USB 3.0 は4ポートまで、USB 2.0 は10ポートまでのサポートになっております。このあたりは通信の部分なので、まあ、特に必要ない、まあ、あえて説明する意味はないかなと思うんですけども、ここの紫の部分ですね。はい、紫の部分、インテルラビットストレージテクノロジーから点々点々点点。で、その下にその他のシステム反応というのがございます。はい、はい、これはどういうことかと言いますとですね、まあ、CPU とチップセットを組み合わせたときにですね、オプションで、オプションで、はい、お客様ご自身でインストールしていただくことによって使える機能というのがいくつかございます。はい、はい、まあ、ラビットストレージテクノロジーと一つ答えを出してるんですけども、はい、それ以外で思いつくとこ、キロンさんございますか？そうですね、実はインテルさんですね、はい、スマートレスポンステクノロジーっていうのを今回作ってるそうなんですね。スマートレスポンステクノロジーは前からありますよ。ありました。あ、あとはそれじゃないですよ。あ、キノコさんしっかりしてくださいよ。スマートコネクトテクノロジーだ。スマートコネクトテクノロジー、はい、聞き慣れない名前やったんで、はい、これなんやろなと思ったんですけどね、はい、それ以外もありますよ。それとあとラピッドスタートテクノロジー、はい、っていう名前があるそうなんでね、はい、この辺結構名前がちょっとややこしくてね、こう、はい、使いづらいところももしかしたらあるかもしれないですけど ね、 そうですね。ただ用途によってこう入れ替えられることも可能なんで、はい、はい、で、簡単にですね、まあ、ここの部分で、その性能をですねご紹介させていただくとしますとですね、まずスマートレスポンステクノロジーはもう Z68 からも、ね、搭載されております。ありました、ね、うん、SSD をキャッシュ、ハードディスクのキャッシュとしてハードディスクの性能を飛躍的に上げるとね、はい、いう商品でございましたが、今回ですね Z77 以外にも H77 でもこちらのスマートレスポンステクノロジーは使えるようになっております。はい、はい、そして、スマートコネクトテクノロジーというところなんですけども、はい、こちらはですね、まあ、ストレージ IO キャッシュを、まあ、実装してアプリケーションの起動やデータへのアクセスを高速化、あ、失礼しました、ごめんなさい、それ違う、レスポンステクノロジーだ、
失礼しました。コネクトは低電力状態でもアプリケーションを更新できるということですね。はい、失礼いたしました。アプリケーションの更新が高速化されると。ね。はい、まあ、実際にですね、まあ、このあたりは今後ですね、まあ、キノコさんが使ってくれると思うんですけど。お、俺ですか。はい、そして、結構ね、注目しているのがラピッドスタートテクノロジー。ラピッドスタート、うん、はい、これは、スリープ状態からの、ね、復帰が飛躍的に早いというところなんですけど、もう試しました？それはね、デスクトップであんまりこう使う機会が少ないんで、はい、恐らく今後ノートパソコンとかで採用されだすとんじゃないかなっていう気がするんですよ。そうですね、はい、まあ、このあたりのですね、ラビットスタートテクノロジーに関しましては、スマートレスポンステクノロジーとの兼ね合いもあるような噂を聞いてますので、はい、SSD をキャッシュにしていないと有効にならないのかなとか、あ、いろいろちょっと考えたりはするわけなんですけども、はい、はい、まあ、そういったさまざまなですね、機能が追加をされております。はい、続きまして、ね、そういった中で今回、ね、2600K、ね、今まで王道として、ね、1年間、ね、ね、登場してから1年間、ね、ワンズランキングでも、ね、常に不動の1位をキープしていた 2600K と、K ですが、ね、新生の 3770K の新生ですね、はい、ついに来ましたね、ね、こいつが。その性能はどう違うのかというところでですね、まあ、今回、先ほど申しましたがベンチマークいっぱい取ってきましたんで、はい、ありがとう、いっぱい取ってきました、ありがとう、はい、お疲れ、はい、その中でですね、また失敗してね、あっていうところとかもあったんで、ご紹介させていただければと思います。はい、まず今回のですね、検証で使用させていただきましたパーツからまた確認をしていただきたいと思います。はい、はい、こちらですね、はい、まず CPU に関しましては、申し上げましたように、i7 の 3770K と、2600K、ね、こちらの2種類で試しております。そして、マザーボードはファタリティの Z77 プロフェッショナル、プロフェッショナル、ね、アスロックのマザーの一番上位のモデルを持ってきました。OC ぶつけのマザーじゃん、はい、いい。そして、メモリーに関しましては CMZ8GX、まあ、コルセアの1600のメモリーですね、はいはいはい、そして、ハードディスクに関しましてはウェスタンデジタルの 500GB ですね、 AKX、はい、SATA 6G 対応、 SATA 3規格のですね、 6G 対応のモデルですね、うん、そして、スマートレスポンステクノロジーですね、こちらを使用するために、売れ筋のですね、はい、クルーシャルの SSD 64GB ご用意しています。そして、今回ですね、 VGA も2種類、用意しています。 HD7970 ですね、はい、ラデオンの7970と、そして、高い、はい、とこ行ったね自分ミドルレンジの7770、はい、電源はエナマックスの650のゴールドというような形で、まあ、使った、ね、パーツ写真でちょっとご用意させていただきましたが、おお、すごい、はい、では実際にですね、このパーツを使って、もうどんどんですね、ベンチの結果をご紹介させていただこうと思います。はい、はい、まずはこちらからですね、はい、まず、検証その1ね、はい、TDP と発熱、発熱ね、というところで、測ってまいりました。おお、はい、まず、一番上のですね、発熱を記憶からいきましょう。はい、3770K につきましてはアイドル時ですね、34度、まあ、平均です。4コア平均34度となっております、はいはいはい、それに対して 2600K は4コア平均31度ですね。まあ、こちら起動させてからですね、まあ、しばらく放置にして、まあ、立ち上げて、で、HD、ハードウェアモニターを立ち上げてですね、まあ、すぐ確認した、はい、分なんですけども、そして、CPU 負荷 100% 時というところでですね、はい、まあ、下にも書いてございますが、プライム95という、ね、フリーのソフトを使いまして、強制的に CPU を 100% の、ね、負荷状態まで持ち上げます。で、その状態で10分間負荷をかけて、測った4コアの平均の温度となっておりますが、はい、3770K が81度、ね、2600K が83度と、すごいな、はい、この時点でですね、3770K の発熱がいいのではないかというような、ね、はい、まあ、推測が、印象がね、なりますね、これと、うん、はい、もちろんクーラーに関しましては、インテルさん純正のリテールクーラー、同一商品を使っての検証にはなっております。そしてその下ですね、TDP、はい、3770K のアイドル時、先ほどの構成ですね、はい、もうグラフィックボードも7970とか
あ、これは7970の時ですね。7970とか積んだ時のアイドル時が 70W と。はい。2600K もアイドル時は 70W と。ここら辺はちょっと変わらないんです。まあ、これはあのグラフィックボードとかの兼ね合いもあるのかもしれないんですけども、変わらなかった。しかしながら CPU の負荷をかけた時にはね、違いが出ております。出てるね。3770K が130W。はい。2600K が 150W と。ね、下にもございますが、TDP につきましてはですね、一番消費電力が高かった数値を基準としてですね、試写購入をしております。はい。あ、ワットモニターで、測っております。そうです。今回ワットモニターで測っております。つね君がいつも使っているあのワットモニター、サーモンサプライの、はい。うんうんうん。あのサーモンサプライさんのですね、ワットモニターを使用してのものになります。はい。はい。ごめんなさい。で、ですね、何を言おうとしたんだっけ。はい、あ、ですので、試写購入をしておりますので、まあ、多少のゆとりはございます。多少のゆとりはございますが、はいはい、目安として、これぐらいかかったということを、はい、今後 TDP につきましてはですね、ベンチマークのたびにですね、まあ、測りましたんで、そのようにお考えいただければと思います。はい。そして、まあ、この温度とかをですね、確認するのに、検証として使ったソフトが、CPUID のですね、ハードウェアモニター。まあ、こちらフリーのソフトなのでね、まだ使ったことのないお客様はですね、ぜひぜひ一度見てはいかがでしょうかというところなんですけども、はい、うららちゃんからね、はい、発熱に関してはアイドル時で 3770K が、まあ、高くなっておりましたが、負荷をかけたときはやはり、2600K よりかは下がっていると。下がってる。ね、うん、TDP に関しましてはやはり 77W という部分で差が開いてきているのではないかなと。いうような推測がされます。はい。はい、ではこれをもとにですね、また検証その2といたしまして、はい、ベンチマークですね。来た。はい、こちらまず CPU が関係するものをご用意させていただいております。Windows Experience Index、まこちらの CPU の数値のみ、そして PC マークの07。普段はね、スーパーパイをね使ってたりするんですけど、今回からはハイパーパイというね、マルチスレッドね、マルチタスクに対応している、まあ、演算ソフトを使っています、はい、そして、はい、カーバンエクスプローラーに関しましては、まあ、いつものごとくですね、はい、YouTube に上がっておりますワンズチャンネルのですね、はい、47回でしたっけ、47回、はい、最初の7分間っていう、ね、最初の7分間、はい、それをまあ、Android 用にですね、変換をかけてみたんですけども、その時にかかった時間を測っております。そして、iTunes につきましては CD アルバム1枚ですね。こちら同一 CD です。もちろんのことながら同一 CD。うん、はい。の CD を MP3 の 320kbps に変換した時の時間という形になってるんですけども、もう一回、上から参りましょう。ね。エクスペリエンスインデックスは、この黄、オレンジがですね、3770K になります。下が 2600K です。はい。7.7 と。ね、0.1 ほどやはり、CPU に関しましては能力、ね、エクスペリエンスインデックス上では上がっていると。お、なるほど。で、その時にですね、テストをかけている時の最大 TDP が 260W と 270W。 まあこれはグラボがね、7970なので、ね、はい、上にもあの使用パーツとして変えてますけども、7970も積んでますので、そんぐらいは出る、はい、そこまでいっちゃうというところですね。いっちゃうね、はい。そして、PC マーク07につきましても、3770K が3390、2600K が3190と上回っております、はい。この時のですね、最大 TDP がともに 200W でございました、ね、このあたりは変わりがなかったと、はい。そして、ハイパーパイですね、CPU の演算ソフトですけども、はい、こちらですね、まあ、8コア同時に動かして、まあ、一番重たい処理をかけた時のですね、終了時間なんですけども、3770K が15分55秒、ね、終了するのに15分55秒、2600K が17分15秒という形で、なるほど、はい、このあたりでですね、やはり CPU の能力の高さがうかがわれるのではないかというところで、そしてまた TDP も、ご覧の通り、130W と 150W というような形でですね、はい、ちょっとだけ、うん、はい、差が出たね。3770の方が 20W は大切、結構でかいですね、うん、はい、はい。そして、カーバンエクスプローラーですね、はい、
かかった変換の時間ですけども、2分19秒で、Android 用に変換できた、はい、そして 2600K は2分36秒かかった。このあたりでもやっぱしね、CPU の能力高いんじゃないかと。あ、なるほど、はい。同じように TDP もですね、 10W ほど差が出ましたね。3770が 80W に対して、2600K が 90W ですね。まあ、こちら、何度も申し上げますが、その処理が終わるまでの間に高かった、一番高かった数値をもとに試写購入をしております、はい。まあ、実際 75W とかそのあたりを行ったり来たりしてたんですけども、まあ、試写購入余裕を持って試写購入して 80W とさせていただいております、はい。ただですね、iTunes なんですけども、はい、はい、ちょっとねびっくりした結果が出まして、はい、はい、変換時間ですね、3770K が51秒、ね、1枚のアルバムを MP3 の 320kbps に変換するのにかかった時間51秒だったのに対して 2600K が39秒、ね、目を疑ったんですけどもね、はい、まあ、iTunes を使ったことがあるお客様であればですね、まあ、お分かりいただけるんじゃないかと思うんですけども、CD 取り込むときにインポート開始というボタンがあります、はい、ね、そのインポート開始というのを押してから、変換がザーッと始まるんですけども、はいはいはい、ピコンって音が言いますよね、終わった時に。ああ、なるなるなる、はい、終わった時にピコンって言いますよね。その時にストップウォッチをピッて止めた時間なんですけども、はい、はい、このような差が出てまいりました。はい、ただ、TDP に関しましてはやはりちょっと 10W ほど低いんですよね、はいはい、というような CPU に関しましては、まあ、3770K が、まあ、ほぼ優勢というような感じなんですけども、うん、では続いてですね、はい、今度はグラフィックボードも一緒にね、はい、混ぜた場合どうなったか、その結果がこちらです。ドン、はい、3Umark11 エクストリーム 1920×1080、まあ、フルハイビジョンですね、それと 3DMark、パフォーマンス、これはもう 3DMark11 を、まあ、インストールしていただいてすぐに試せる、はいはいはい、環境ですね、うん、そして、ファイナルファンタジーの14のベンチマーク、モンスターハンターの大討伐、そして、今回からですね、新たに、ファンタジースターオンライン2ね、おやってたのね、はい、自分、もうあのワンズスタッフもね、何人もベータテストやってんの、はい、ベータテストに応募してやってるんですけども、はい、まあ、そのベンチマークソフトが出てましたので、今回試しに出てみました。で、設定に、関しましてはですね、このあたりのゲーム系のやつはすべて高い状態に持っていってます、はい、すべて高い状態、まあ、3D マークに関しましては自動的に、ね、なるんですけども、このエクストリームに関しましてはライセンスですね、あ、まあ、シリアルコードを通していただかないとできないんですが、ね、確かはい、こちらで、測った結果でございます。いきましょう、はい、まず 3DMark11 のですねエクストリームに関しましては、3770K が2715に対して 2600K が2713と、ん、ね、あまり変わりがない、ね、まあ、このあたりはグラフィックボードの性能もあるのかもしれません。同じ7970を使ってます、はい、ただ、TDP に関しましては 250W に対して 270W と、ここでも 20W 近い、ね、うん、差が出てきました、はい、ただただ、今度はパフォーマンス、ね、1280の720というちょっと軽めの、ね、ものになってみますと、一転して、はい、2600K の方が上回っております。3770K が7886に対して、2600K が7896、TDP に関しましては、ここはなんか面白い具合に差が開きましたね、250W に対して 280W と、うん、はい、ただこのあたりの処理につきましては、もしかしたら 2600K の方がうまいのかもしれません、ね、グラフィックボードの性能をちょっと引き出してのことかもしれないのですが、はい、次行きましょう。ファイナルファンタジー14のベンチですね、こちらもなんと負けちゃいました。あれ、はい、ね、3770K、ね、5508に対して 2600K が5546、うん、はい、TDP に関しては変わらずの 280W、 はい、まあ、7970なので、カクつき症候群は治ってないんですけども、うん、治ってなかったですね治ってなかったんですけども、はい、なぜかこのような結果になってしまいました。あれ、はい、うん、またまたモンスターハンターのベンチですね、ここ、モンスターハンターのベンチも3770K ですね、16976に対して、17326と、ちょっとね、差をつけられております。はい。はい。
またまたファンタジースターオンラインもね、このような形で負け去っております。 TDP はね低いんですけどね、はい、なんだろう、これのね、まあ、あのちょっと、うん、不可解な、ね、点がございます。まあ、あのただですね、一つだけですね、付け加えをいたしますと、先ほどですね1600のメモリー私ご用意しておりますが、メモリーに関しては1600で動かしてません。はい、はい、1333で動かしてます。ああ、なるほど、はい、まあ、というのがですね、ファタリティのパフォーマンスプロフェッショナルか、プロフェッショナルが、初期の状態だとですね1333なんですよ。はい、はい、なので、お客様が、試しにパンとつけて、でパンとインストールして、はい、パンと試したっていうような環境のもとにやっております。あ、なるほど、はい、その分でですね、やはりあのネイティブ1333の 2600K に対して、1600がネイティブである 3770K に、ちょっとね、あ、なるほど、っていうようなそこかとことも考えられるんですけども、考えられそうの、うん、はい、まあこれは真相は謎なんです、まだそうですね、はい、ちょっとこの辺も時間があるときにやってみたい ね、 ね、 たいね、これぜひ、はい、そしてですね、まだまだございます。お、はい、今回ですね、Z77 などにつきましてはバーチ MVP という機能もついております。なるほど、はい、うん、あるある、バーチ MVP ですね。まあ、あのこちら内蔵グラフィックと外付けのグラフィックと、ね、うまい具合に融合させて、はい、ね、グラフィックの能力を高めるというものだったんですけども、その結果、まあ、ちょっと試してみたかったので、はい、ファタリティ選んだんですけども、はい、うん、ちょっと簡単にいきましょう、ね、バーチ MVP の性能はというところで、先ほどと同じ構成です、ね、Z77 に関しましてグラフィックボードも7970の状態で行っております。はい、上からいきましょう。 3D マークエクストリームですね、はい、X3831 対して X3792 ということでですね、はい、こちら、先ほどの数値からですね 40% アップしております。はい、3770K がバーチ MVP を使わなかった時に比べて約 40% アップしております。すごいな。はい、そして、TDP が 260W と 250W と、まあ、このあたりはですね、まあ、機能の差が出てしまったのかもしれません。そして、ファイナルファンタジーなんですけども、残念ながらスコアが下がってしまいました。4563、はい、そして、2600K ではですね、なぜか動かなかったです。起動すらしない。はい、起動しなかったです。おっと、はい、そして、モンスターハンターフロンティア大討伐の方ですね、はい、こちらの数値が極端に落ちました。はい、3770K が 18,000、 そして 2600K が 17,360。 ただ TDP 先ほどですね 280W 近くありました。それが一気に 160W まで減っております。なんで？はい、減っております。あれ？はい、このあたりまか不思議でしょ。はい、不思議だな。はい、そして、ファンタジースターオンライン2のベンチマークですね、こちらにつきましては性能上がっております。前回に比べると 23% ほどアップしております。なるほど、ね、TDP はそこまで変わらないんですけども、はい、これのですね、まず、一つの理由といたしまして、まあ、バーチ MVP、まだ使われたことのないお客様のためにですねご説明させていただきますと、まあ、バーチ MVP というのはですねソフトウェア制御になります、うん、ね、ソフトをインストールしていただいて、で、まあ、それを有効にするかしないか、まあ、ソフトを立ち上げてから行うわけなんですけども、はい、このバーチ MVP につきましては、対応しているソフトというのがございます。あ、はい、リストがあるね。リストがあります、うん、この中でですね、バーチ MVP のリストに入っていたのが 3D マークの11と、そして、まあ、ファイナルファンタジー14だけだったんですね。お、モンスターハンターフロンティアとか、まあ、ファンタシースターオンライン2に関しましては、バーチ MVP のリストの中には入ってなかった、はいはいはい、その状態で、起動させてしまったがゆえに、落ちてしまったのではないか。お、なるほど。ただ、まあ、PSO2 です、ね、につきましては上がったので、もしかしたら恩恵があったのかもしれません。そうですね、うん、はい、可能性はある。ただモンスターハンターに関しましては極端に下がってしまった。すごい数字になってるのがちょっとびっくりね、はい、個人的にも。そうなんですよ。で、本当にですね、まあ、このバーチ MVP 発表の時にですね、まあ、2万円のグラフィックボードが5万円ぐらいの能力まで跳ね上がる
というようなね、発言を、まあ、されてたんですけども、ね、結構 50% 近いアップっていうのはね、魅力的だと思うんですね。はい、ね、そういった意味ではですね、まあ、バーチ MVP は、まだちょっと不安定なところがあるんですけども、これからですね、どんどんバージョンの更新とかもされていけばですね、はい、彼の能力アップが期待できるのではないかと、ね、思うわけですよ。なるほど。はい。まあ、ハイエンドなグラフィックボードでですね、バーチ MVP を使うなよというような、せめて真ん中ぐらいのね、はい、意見もあるかと思うんですけど、まあね、そういった方のために、ね、用意したの部分があるんですけども、その前にですね、先にですね、スマートレスポンステクノロジーの方も用意してますので、まあ、そちらの結果をですね、見ていただこうと思ってます。はい、スマートレスポンステクノロジーは本当に有効かどうかというところでですね、先ほど最初に、申し上げましたが、ウエスタンデジタルの500ギガに対してクルーシャルの SSD ですね、64ギガの分、あ、ごめんなさい、前のが立ち上がってきた前のが立ち上がってきたこれなんだろう、あ、違う、失礼しました。なぜかちょっとさっきからね、勝手に立ち上がるんですよね。ごめんなさい、本当にすいません。ちょっと待ってくださいな、ちょっときのこさん喋ってて、ちょっと何を開いてんだ自分は。いや、勝手に本当申し訳ないです、ね、あの機械音痴じゃないんです。はい、ノートパソコンのどのどなんかすごい元に戻りました、うん、ソフトウェアでたまにこうエラーあるんで申し訳ない、すいません、かなり戻ってしまいました、本当申し訳ない、事故だな。フジモンほんま申し訳ない、結構ね、あのいっぱいあのベンチ取ってたんで、もしかしたら疲れちゃったのかもしれないんで、ご了承ください。なんか勝手にいろいろ動いてしまう。終わったかな。あ、大丈夫です、ごめんなさい。はい、すいません、すいません、お待たせしました。はい、もう一度、はい、ここの部分ですね、どこまで喋りましたっけ。はい、スマートレス、まあまあ、あのスマートレスもテクノロジーですね、うん、はい、その能力をですね、まあ、あの今一度再確認というところで、はい、見ていただきたいと思います。まず、ハードディスク単体の時にですね、シーケンシャルリードがウエスタンデジタルの500ギガ、KX は 125.2MB、ね、バイト、そして、シーケンシャルライトが 123.7MB に対して、スマートレスポンステクノロジーを使うと、どこ、ね、486.5、はい、シーケンシャルリードが 486.5、 えらい早くなったな、はい、急に。まあ、これはあの本当にクルーシャルのね、リードの性能がそのまま引き継がれている。おりゃ、はい、ただ逆にですね、ちょっとあの SSD ですね、まあ、あのライトの方とか苦手な部分もあったりします。そういった部分でちょっと落ち込んでいるのがシーケンシャルライトですね、 112.1MB とちょっと下がっております。うん、気になる。はい、そしてですね、まあ、あのランダム 4K の QD32、こちらのリードとライトなんですけども、うん、ハードディスク単体につきましては 1.258MB、1.258、はい、よろしくないよ。スマートレスポンステクノロジーを使った時は298.7。なんじゃこりゃなんじゃこりゃ、はい、ランダム 4K のライトの方ですね、こちらについては 1.221MB に対して、スマートレスポンステクノロジーは 112.5MB と、なんかすごい数字変わってません。はい、はい、数値変わっております。そしてですね、まあ、PC マグの能力、まあ、スコアもですね、スマートレスポンステクノロジーを使うことによって大幅に上がります。マジですか。はい、見ていただければ分かるように、ハードディスク単体の時が3390だったのに対して、スマートレスポンステクノロジーを使うと5122まで上がると。上がってるね。まあ、このあたりは ねパソコンのパフォーマンスね、全てを見るようなソフトですから、やはりそういったアクセス性能が速くなればですね、こういったスコアにも影響されると。ね、皆さんがですね、まあ、先ほどごめんなさい、皆さんじゃないですね、きのこさんがランダム 4K のところでなんじゃこれ言ってたんですけども、はい、まあ、その理由がここにございます。あ、はい、ランダム 4K QD32 というのはですね、 NCQ 対応ディスク用になっております。あ、ね、はい、NCQ 対応ディスクプラス AHCI ですね、 AHCI を組み合わせた時の、まあ、あのハードディスクの能力になるわけなんですけども、基本的に Windows 7というのは HCI、ね、そうですね、が、まあ、あの有効であると、うん、で、最近の SSD とかそのあたりにつきましては、ね、このあたりの NCQ にも対応しているというようなところで、この数値がですね、やはり今後の
まあ、一種のですねアドバンテージなのではないかというところで取り上げてみたんですけども、はいはい、まあ、このソフトもですね、クリスタルディスクマークというソフトを使って、まあ、こちらも無料です、ね、これ以外にも512キロのリードライトであるとかランダム 4K 単なるランダム 4K とかね、はい、ありますけども、はい、まあ、そういった部分で、ね、やっております。はいはい、まあまあまあ、ここまでの中でですねちょっと、少し駆け足なんですけども、はい、はい、でですね、まあ、今回のですねベンチマークなんですけども、はい、テストをしている中でですね面白いことが1個だけ、まあ、失敗した事例が1個だけあるんです。はい、はい、実はですね、まあ、Z77 のマザーボードにですね、IB ブリッジを先につけて、はい、ベンチマークを回してで、その後に 2600K だけを乗せ替えてベンチマークを回したことがあったんですね、はい、そうするとどうなったと思います？ん？ハードウェアエラーかさん？違います。ちゃう？はい、ですね、ベンチマークのですね結果が全て半分以下になっちゃいました。なの？はい、というようなところでですね何が起きた？まあよくわからないです。まあインストールの時にですね もうもしかしたら Z、 はい、音声が変、あ、風が吹いている、あ、ちょっとごめんなさい、悪いことをしてる人がいます。失礼いたしました。ごめんなさい、はい、失礼。まあ、そういった部分でですねあのベンチマークを測るときにはですね、まあ、ベンチマークというか、まあ、乗せ替えをするときにはですね、OS も入れ直した方がいいのかというところでですね、はい、まあ、気になるところなんですけども、今後ですね、今までサンデーブリッジで使われてたお客様が今回のですね、IB ブリッジ登場によって乗せ替える、うん、際にですね、まあ、メリットがあるのかとか、またそれ以外にですね OS のインストールし直した方がいいのかというようなところでですねまたの検証をしておる部分がありますので、はい、それをこれからですねちょっと簡単にご説明させていただきたいと思います。はい、こちらですね、はい、サンデーでも十分なんだけどね、性能は本当にアップしてるのかというところでですね、疑問にお答えさせていただきます。はい、今回のテスト、あ、ごめんなさい、簡単にですね 3770K と 2600K の違いという部分でございます。大まかな違いといたしましては、動作クロックと内蔵 GPU コア、そしてエクステンション、ユニットですね、まあ、このあたりの違いなどもございます。あと GPU コアクロックが下がっている実は、うん、っていうような、はい、違いはあるんですけども、はい、検証で使用したパーツですね、今回はこのようになっております。3770K と 2600K、 そしてマザーが ASUS の P8Z68V、ね、結構売れてるマザーですね、はい、結構たくさんの方が持ってると思いますんで、こちらを用意させていただきました。でメモリーはこれさえ変わらず、ハードディスク変わらずで、電源変わらず、変わったのがグラフィックボード、はい、グラフィックボード抜いてます。あ、抜いてあるの、はい、今回は、この検証はですね CPU の本当の能力っていう意味で、内蔵 GPU のみで、行ってますので、そういった部分もですね注目していただければと思います。はい、ではいきましょう。はい、ドン、同じように、ですね、乗り換えについて、同じようなテストを行ってみました、ね、エクスペリエンスインデックスは変わらず、やはり、IB ブリッジの方が上ということですね、うん、はい、そして、PC マーク07につきましては残念ながらちょっとこの時にはダウンしてしまいました、ね、2823に対して、2600K が3930と、23、23、ダウン間違ってる、あー、失礼しました、スペル間違えたまあ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 、はい、失礼しました、まあ、約 4% のダウンと、これは何に対してかと言いますと、ここの2930に対してのダウンとなっております。2930サンディーブレッジの数値に対してのダウンですね、しかしながら、ハイパーパイですね、先ほども出てきましたが演算ユニット、こちらにつきましては16分09秒、2600K は17分01秒ということで約 10% ほど、ね、時間短縮に成功しております。おっと、はい、続いて、カーボンエクスプローラーに関しましても、2分またやられたこれなんでだろうすいません、またまた失礼いたしました。なんか調子が悪いようなので本当申し訳ない。声聞こえてますか？聞こえてんな、よし、失礼しました。何度も、なんでこう、もうしばらくお待ちください。いけた方、
かやばい。めっちゃ前まで行ってしまう。はい、ごめんなさい。はい、失礼しました。はい、すいません。カーボンエクスプローラーに関しましても、2分10秒に対して、サンデーブリッジは、2分32秒というところで、サンディに関し、サンディの数値にしたら 13% ほど短縮しております。そしてそして先ほどね調子が悪かった iTunes につきましてもね、まあ、若干ながら速くなっております。若干ながら速い、若干ながら速くなっております。確かに速い、まあ、約 1% ほど短縮ですね、うん、はい、という意味では、ね、全然また乗せ替える価値があるのではないかと、ね、やはり CPU のところは強いです。なるほど。じゃあ実際グラフィックどうかというところですね。はい、先ほどグラフィックに関してはもうコテンパンでしたけども、はい、いきましょう。 3D マーク06ですね、こちら昔のソフトを引っ張ってきました、ね、1280×720 の解像度で回してますが、3D マーク06が6624、サンディブリッジが5077と約 32% のアップ。おサンディブリッジからは 32% のアップ。はい、そして、3D マーク11につきましては、パフォーマンスですね、これも、まあ、あの気軽に試せる部分なんですけども、2600K の HD3000 がですね、ダイレクト11に非対応なために起動しませんでした。ああ、なるほど、はい、起動しないんだよ、はい、まあ、そういった部分でもダイレクト11のソフトにですね、HD4000 がやはり、ダイレクト11に対応してるっていう意味では、ね、強みだね、魅力、そうですね、うん、そして、ファイナルファンタジーはい、これのハイもね動いちゃったんですけども、動いた、はい、こちらもアイビーが677に対してサンディブリッジが497と、ね、約 35% のアップ、はい、モンスターハンター大討伐1676に対してサンディブリッジが1312というところで 28% のアップ、お、はい、そして、ファンタシースターオンライン2につきましては動かした、はい、これも、ね、動かしましたね、お、はい、225に対して、サンディが150、約 50% 倍、はい、約倍、まあ、このあたりにつきましてはですね、あの PSO とかに関しましては正直、まあ、ゲームするのはしんどいんですけども、はい、大討伐ですね、モンハンにつきましてはこれね6670か、そのあたりのスコアとあんまり大して変わらないんですよ。おお、そうなんや、はい、以前僕が使っていたモデルとですね、そう大して変わらないのでモンハンぐらいは全然できると。あ、なるほど、はい、いうような形になっております。はい、ここまでですね。はい、まあ以上の点からですね、はい、はい、どうでしょう、アイビーブリッジ。おお、まだまだ期待ができます、正直言うと。はい、ね、うん、もうすでにですね、アイビーブリッジ登場してからですね、まあ、マザーボードにつきましてもいろいろとバイオスアップなどもかかってますので、はい、ね、2600K は登場しても1年その中での技術の、ね、確立っていうのがもうある程度できてますけども、はい、アイビーブリッジはまだまだこれからですが、それでもやっぱしあの CPU の能力につきましては、ね、サンデーよりかはいいと。いいですね、はい、上がってる、はい、ね、あと、先ほどですね、2600K から、サンディブリッジからアイビーブリッジに乗り換えるときに OS のインストールをし直した方がいいのかというようなところをちょっと触れましたけども、これ実際ですね、試してみたんですけども、変わりません。なので、サンディブリッジをお使いの方は、そのまんまアイビーブリッジ乗せてもらって構いません。あ、いけんの？はい、いけます。なぜかアイビーブリッジから、サンディブリッジに落としたときに、パフォーマンスが極端に下がりました。逆はダメってことやね。逆はダメっていうことなんです。上はいけるんです、うん、はい、というようなところでですね、乗り換えされる方は本当に CPU ねカチャッ乗り換え乗せ替えるだけでも、性能アップが見込めるんではないかというところでですね、はい、はい、行きましょう。こちらね、今回はいっぱいあります。はい、いっぱいあります。ワンズスタッフのアイビーブリッジで組むおすすめ自作構成ということですね。はい、ちょっと何人かのですねスタッフさんにお願いして、この構成を作ってもらいました。どんどん行きましょう。はい、まずは、現在ですね様々なキャンペーンを開催しております。そのキャンペーンを利用してお買い得パソコンを組んでしまおうということですね。ほい、使っている CPU は3570 i5 の3570に対して Gigabyte の Z77UD3H ですね。はい、そしてソロで静音性を高めて SSD がプレクスターと、ね、というような形で、まあ合計するとですね125,360円なんですけども、はい、実はこれですね、12,000円キャッシュバック
ただまあすげえ、はい、ゴールデンウィークまで、まあ、なんですけども、ん待てよ、どんな計算したんだこれ、すごいぞ。はい、実はこれだけのキャンペーンが受けれる。実はね、まだ高かったんですよ。1万5000円だったんですよ。ただプレクスターのキャンペーンが終わってしまったので。ああそうだったんだ、はい、というような形で、となると、はい、まあ、11万ちょっとで、いいパソコンが作れるのではないかと。組めるね、はい、続いていきましょう。こちら、はい、今度は、省電力ですね。省電力、エコ電力エコスペース PC というところで、はい、CPU は i7 の 3770T ですね。バルク、まあ、店頭は価格に関してはちょっと、ここで伏せさせていただきます。そしてマザーに関しましては、アスロックの Z77E の ITX、ね、ケースがサイズのちっこいケースになります、はい、ね、こちら150の AC アダプターですね、の電源で、行っています。で、まあ、こういった形で、トータル 75,250 円。ただこれは CPU のお値段は省いております、ね、ただ、あ、なるほど、はい、ただ 45W の CPU でですね、 AC 電源化というところで、予想 TDP につきましても全体で 90W から 130W というところでですね、省電力 PC、を作ってみたいなっていうお客様にはいいんじゃないでしょうか。はい、行きましょう。アマチュアでも写真家って言いたい人用 PC ということでですね、こちらでも 3570K を使っております、はい、そして Z77M、ね、いろいろとですね、まあ、あるんですけども、ここで注目したいのは、まあ、どうですか、ね、すごいなこれ、はい、2TB が2台のレイドレイドっていう形で、なんだそりゃ、ね、バックアップ、まあ、写真とかやっぱりね、大事なデータなんで、切れしまっては困るということでですね、はい、はい、まあ、それ以外には、まあ、ブルーレイを見たりとか、キャプチャーとか、まあ、いろいろついてたりするんですけども、お値段が29万2000円と、まあ、ちょっと夢のね、あるような、パソコンになっております。はい。そして、こちらもですね、また、スタイリッシュ PC ということで、3770T を使っての見積もり構成、ね、ファタリティの Z7 プロフェッショナル M、マイクロの ATX ですね、うん、はい、こちらと、アビーのこちらのケースを組み合わせたモデルですね。ブルーレイなどもついてます。で、お値段が11万3560円。ただこれは CPU の値段が省かれてます。ね、インテル期待の新 CPU に、スタイリッシュ。スタイリッシュ。ような構成もあります。続いて、はい、あとせっかくなのでということでですね、3770K を使っての、まあ、ざーっと言ってますが、ごめんなさい、見づらかったらごめんなさいね、ここですね、 CPU クーラー、はい、D 分解、はい、それ使うの、はい、液体窒素とかをね入れて使う、はい、いや CPU クーラーなんですけども、あ、ドライアイスか、はい、ね、ドライアイスだよ、はい、うん、ドライアイスを使って、まあ惜しいの可能性をというところなんでしょうかすごいな、はい、お値段は17万7900円と、はい、いうような形なんですけども、まあ、アイビーブリッジに関しましてはですね、このドライアイスなどを使って、まあ、5ギガを超えたりとか7ギガを超えたりとかっていうようなね、報告も受けてますので、面白いんじゃないでしょうか、うん、メモリはい2400、ね、いやそんなメモリはい使うのか、うん、ただこの中にはね、光学ドライブが含まれてないので、もし光学ドライブつける方はまたそれにプラスアルファというような形で、はい、あとですね、ごめんなさい、まあ、本日 MC させていただいております私とキノコさんもですね、はい、アイビーブリッジに変わっておりますので、ちょっと、はい、その構成ですね、簡単にご紹介させていただきます。はい、キノコさんの構成ですね、はい、3570K を買われたということですね、買ってしまいまして申し訳ない、はい、そして、セーバートゥースの Z77 で、まあ、ケースはまあ、昔のケースですね。同じです。はい。うん、で、まあ、電源は 700W ですね。で、グラフィックボードが 7970 でしたっけ。そうです。ね。まあ、きのこさんのパソコンはこういった形で、まあ、こういったケースだそうです。ね、こういったケースです。はい。こういったケースで、お値段が、まあ、出てないところがあるんですけども、まあ、今現在13万円。はい。ね、13万円。来たな、13万円いったな。はい。そして、ごめんなさい、私ですね、フジモンもアイビーブリッジ、試しに載せてます。はい、3770K、すいません、ちょっと使っております。ただ、これはですね、ワンチャンネルの今後の基準の CPU になると思いますんでね、はい、
あとファタリティの Z7 パフォーマンスですね。プロフェッショナル、はい、失礼しました、プロフェッショナル。で、まあ、プレクスターの、ここ A データになってますけど、プレクスターですね、はい、の128ギガというような形で、僕はブルーレイも載せて、それでもまあ13万円ぐらいで、ね、作れるといったような形なんですけども、いかがでしたでしょうか。かはい、ちょっとね、本当にめちゃくちゃいっぱいありましたけども。はい、押してますけどもね。はい、こういった形で、行ってまいりました。もしですね、サネアイビーブリッジとかですね、ご検討されているお客様、店頭でですね、当店フルカスタマイズといたしまして行ってますんで、はい、店頭スタッフですね、全然相談受け付けてますんで、はい、はい、いつでも気軽にですね、遊びに来ていただきたいと思います。ます。はい、では行きましょう。ごめんなさい。今が狙い目キャンペーン情報と。キャンペーン情報です。はい、というところでどんどん行きます。はい。はい、まずはガラガラスペシャルですね。ゴールデンウィークガラガラ抽選。はい、Windows 7 DSP のプロフェッショナルとアルティメイトと IB ブリッジの CPU をね、同時購入していただくとガラガラに1回挑戦していただけますと。はい、5月6日までの6日間、限定なんですが、1等がブルーレイドライブとかね、いろいろとあります、はい、ね、まだ残ってます。はい、当たる確率は高いです。あと3日ですんでね。はいはい、ぜひこの機会ゴールデンウィークね、ワンズに遊びに来てください。はい、そして、キャンペーンがいろいろとね始まってます。アスステックの IB ブリッジと合わせての Z77H7 チップセットと、対応 CPU 同時購入で、3000円キャッシュバック、最大がですね、はい、はい、型番によって、金額が分かれておりますね。こちら3000円、2000円、1000円と分かれております。また詳しくはですね、店頭で、お気軽にお声をおかけくださいませ。5月の13日までとなってます。はい、はい、そしてアスロックさんもやっております。 Z7X79 のバンドルキャンペーン、はい、こちらも Z7X79 とのマザーボードと CPU 同時購入すると、2万円以上のマザーボードなら2000円、1000円以上のマザーボードは1000円、あ、ごめんなさい、1万円以上は1000円のキャッシュバック、こちらは5月の27日までとなっております。はい。そしてギガバイトさん、行きましょう。CPU とマザーボード2点同時購入で2000円と1000円のキャッシュバックですね。です。はい、こちらも型番分かれております。ね、お買い求めの際ですね。見ていただければ。はい。はい、で、またゴールデンウィーク期間中につきましては1000円の追加キャッシュバックとなっておりますので、3000円と2000円という形で6日まではね、金額アップしてますんで、狙ってみて狙いどこです、はい、はい、いかがでしょうか。で、ギガバイトさん、もう一つ VGA とマザーボードですね、はい、Z77 の搭載のマザーボード全品と、はい、VGA ですね、 NVIDIA が560以上、Radeon が7750以上、はい、のグラフィック同時購入で1000円のキャッシュバックなので、はい、最大で今のところ4000円になります。はい、こちらも、ね、期間ね、5月31日までなってますんで、うん、はい、そして、FX APU 体感キャンペーンまだまだやっております。まだまだお、はい、こちらですね、はい、ぜひぜひご利用ください。そしてなんとアンテックさん、はい、ゴールデンウィークもやってしまいます。はい、PC ケース3000円キャッシュバック、電源ユニット2000円キャッシュバック、水冷一体型ユニット1000円キャッシュバックと、はい、いうところで、対象パーツがいろいろとございます。まあ、こちらアンテックさんのホームページ上からですね、ご確認いただきまして、でまた実際にアンテックさんの方に、リンクさんですね、リンクさんの方に、レシート、購入時のレシートなどを送っていただく形になるんですけども、はい、ね、こういうキャッシュバックのキャンペーンを行っておりますので、ぜひぜひこの機会にね、ご利用いただければと思います。はい、そして、AMD のバンドルキャンペーンも行ってます。5月の6日までの間ですね、FX8120 と Q シリーズのチップセットで3000円引き、AMD の A シリーズの APU と、APU3820 ですね、うん、とソケット FM1 で2000円のキャッシュバックですね。はい、その場にてキャッシュバックをしますので、はい、AMD 派の方もですね、アムダーの方もこの機会にいかがでしょうか。で、ゴールデンウィーク期間中までとなってます。そして、オレフル、オレフルです。募集しております、まだまだ。はい。はい、オレフルですね、当店の Facebook 上、ホームページ上からもご応募いただけます。はい、こちらですね、どんどんとご紹介、まあ、させていただければと思うんですけども、続々と来ておりますんで、ぜひぜひぜひね、試していただ、当店ね、フルカスタマイズ PC 買われた方はですね、お気軽に抽選、
応募していただければと思います。1000円分のクーポン券、違う、クオカード、1000円分のクオカードを応募いただいた方には、プレゼントさせていただいております。はい、そして、買取下取りキャンペーンも行っております。はい、はい、Windows、買取下取りを出していただきまして Windows 7をプロフェッショナルとアルティメットですね、まあ、これを買うよっておっしゃった、おっしゃっていただいた方には2000円の割引クーポン券、を発行してます。はい、はい、そして、それ以外にも期間中ですね、下取りのお客様につきましては 10% の買取金額アップをさせていただいておりますので、はい、プラスアルファで500ギガ以上のハードディスクは1台につき500円プラスと、お、はい、いうようなね、ハードディスクお買い得、はい、ハードディスクの買取キャンペーンもやってますんで、この機会にですねご利用いただければと思います。はい、キネクトもまだやっております。まだ残ってます。はい、はい、チャンスです。のキネクトのですね、データがもらえるというやつですね。はい、そしこんなもんですね。こんなもんです。すいません、ちょっとね、めっちゃ押してますけども、うん、はい、キャンペーン終わりましたんで、はい、皆様ね、お待ちかねのコーナー行きましょう。はい、こちらです。ワンズチャンス。はい、はい、ね、来ました。前回のですね、まあ商品なんですけども、はい、どれでした。確か、うん、はい、テックウィンドウ、テックウィンドウさんからいただきました USB メモリーですか。うん、はい、こちらを5名様ということだったんですけども、ちょっと、まあ、ちょっと中いいな、よ、うん、開けちゃいますか、剥いちゃいますか、剥いちゃったわけですか、後で戻せる、はい、こんな感じ、よいしょ、はい、こういった8ギガの USB メモリーですね、はい、テクウィンドさんからいただいております、はい、はい。これ、こちらですね、5名様にご応募いただいた方々は、以上25名の方ですね。はい、当たったら本気、乗車率並みに当選率来い様からですね。はい、キノコノコノコ元気の子様、はい、ありがとうございます。すごい名前、今度こそ絶対当たれ当たれ当たれ当たって USB メモリ欲しい様とかね、当たってほしいね、これぜひ、はい、まあまあまあ、もうはい、25名の方いただきました、ね、確率は5分の1となっております、ね、今回は5分の1となっております。それをすべてキノコさんに回していただこうと思いますので、はい、外れた方はキノコさんへ、ね、持っていってください。はい、行きましょう。1個目いきます。はい、よ、はい、まず17番のですね、翔ちゃん様、翔ちゃん様、おめでとうございます。はい、続きまして2個目、こうだな、6番、6です。はい、6番、243、243までいいですか、ね、240かな、はい、西尾さんかな、西尾様かな、おめでとうございます。3個目、こちら、はい、10番ですね、 MZR6 様かな、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。あと2個、あと2個です。4個目です。こちら14、お、はい、来ました。お、来た。今度こそ絶対当たれ当たれ当たれ当たって USB メモリー欲しい様、おめでとうございます。当たりました。またやってもらった。はい。よかった、当たった。当たりました。最後の一人ですね。ね、はい、最後の一人様なんですけども、これはちょっと。はい、1個、 OK、 どうぞ。これだ、めっちゃ見にくい、来た、9番、9です。9番、あー、まだ届かない、届きませんね。9番はひなぎく様ですね。はい、はい、すいません、おめでとうございます。おめでとうございます。
はい、以上当選されましたですね、5名の方にはですね、月曜日までに当店のスタッフからですね、はい、当選のメールを送らさせていただきます。こちらにご返信いただきましてですね、まあ、まあ、商品、確定という形になるわけなんですけども、ご返信なき場合には次回キャリーオーバーという形にさせていただくことがございますので、メールチェックの方だけはお忘れなくですね。はい、そして、まあ続いて今週のプレゼントでございますが、よいしょ、来ました。なんかね、マザーボードが登場しました。ズンズンジャン。はい、Z77E の ITX、はい、はい、こちらアスロックのマザーマスタードシード様からご提供いただきました。ありがとうございます。はい、出ます、来ました。はい、こちらのマザーボードをですね、1名の方に今回はプレゼントさせていただきます。こちらにつきましてはレビュー必須となりますがね、アイビーブリッジ一緒にね組み合わせてスタイリッシュなパソコンいかがでしょうかね。はいはい、これ 3770T と組んだら最強じゃねえかな、ね。はい、ちょうどね、見積もりやってるし、そう、先ほどね、うん、スタッフの見積もりもありましたし、このマザーも使ってましたんでね、はい、参考にしていただければとは思いますが、はい、応募方法です。はい、5月6日の日曜日23時59分までとなっております。メールアドレス oneunderbarchance.jp oneunderbarchance.jp までに、メールのタイトルはワンズチャンス、ワンズチャンスです。はい、そして、毎度のことながらハンドルネームは必須です。はい、これはあの同じものでなくても結構ですね。ユニークな名前だとね、今結構消化されます。はい、はい、そして、この後発表されますキーワードを必ず添えてください。必ず書いてください。はい、そして、ご意見ご要望感想などを添えていただきますと、私どもの励みにもなりますし、次回放送の参考にさせていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたしますというところで、はいはい、じゃあん、先にですね、もうちょっと滑り込みをちょこっとだけやっとこうかな。先に行きましょう。はい、ちょっとキーワードがまだ決まってません。その間に、なんと、本日、今日？昨日。昨日やな。はい。うん、昨日ですね、実は入ってきました。はい。こんな化け物が。はい、GTX680 の 4GB メモリーのタイプですね。はい。はい、ファントム。ファントム、ゲインワードさんから、はい、680のファントム 4GB 入ってきてますよ。ちゃんと 4GB ですよ、ここ。はい。4GB。ついに来ました。はい。店頭売価がちょっとお高く、69,800円となってますが。まあ、パフォーマンスは、ね、はい、非常に高いと思います。これね、多分待ってた方多かったと思うんでね、はいはい、買いたかった人はぜひホームページ上でも見てください。はい、はい、そしてともう一つグラフィック、実はアサスで別のもんですね。はい、はい、これも実は今週やったかな、入ってきたんですけども、アサスの HD7970 ダイレクトカッパーを採用した、はい、トップ OC 版ですね。はい、OC 版が来ています。はい、値段がこんな感じ、53,800円と、はい、なってますが、メモリのクロック結構上がってるんですよね。メモリクロックも、はい、はい、上がってますね。この周波数なんですわ。はい、5600なんでね、この、7970、はい、オリジナルファンのアサス待ってた方は一度見てください。はい、はい、そしてあともう一つ、あともう一個、はい、じゃん、はい、USB の扇風機来ました。はい、さっき、風の音がしてたのはこれのせいです。はい、すいませんでした、ずっとこれをつけてました。はい、ものはこちら、はい、もうテレコムさんから来てます、ね。夏に先駆けてもう、はい、USB 扇風機、もうね、暖かくなってきたんで、はい、これからの季節1個はあったらいいな、オフィスとかにも置いてもらってもいいかと思うので、はい、780円で売ってますんで、はい、ぜひどうぞ。はい、では、いきましょう。はい、本日のキーワード、はい、ありがとうございます。いきましょう。はい、ご注文お疲れ。本日のキーワード、はい、ありがとうございます。はい、そうそう、これでございます。はい、ちょっとね、すいません、本当にね、ファイルね、いくつか名前ミスってますけども、Facebook 上でですね、上げさせていただく分につきましてはもう修正してですね、上げますんで、はい、すいません。はい、てなところでですね、今週のワンズチャンネルも以上となりますが、提供がですね、こちらになっております。はい、提供、はい、
敵はですね、マスタードシード株式会社様と、そして、テックウィンドウ株式会社様からですね、はい、はい、今回の提供いただきまして、ワンチャンネル放送させていただきました、はい、マスタードシードさん、テックウィンドウさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっと予定よりですね、かなりオーバーしてしまいまして、はい、申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。アイビーブリッジのですね、魅力まだまだいっぱいあるんですけども、はい、この辺りにつきましてはですね、またちょっとずつちょっとずつね、いろんな商品が来た時に合わせて紹介させていただくのと、はい、店頭でもですね、はい、紹介させていただきますんで、ね、はい、はい、このプレゼントを当てて、ねね、アイビーブリッジ試してみませんでしょうかというところ で、ね、はい、今週はもうこの辺で、来週はまたね、つねくんが頑張ってくれるはずですので、はいはい、期待しましょう。期待しましょう。ではまた来週。バイバイ。バイバイ。はい。ね、自作やってますよ。やってますよ。やってますよ。アイビーブリッジやってるよ。いや、なんかそんなね、雰囲気出たんですけどね。みんなでアイビーブリッジに撮ろうね。もうこの間組み替えたばっかりです。僕も日曜日買ったもんね。はい、組み替えたばっかりです。日曜日に購入したんで。はい、はい、てな感じですね。ちょっとすみませんね。もう予想以上に。トラブルいましたけども。いえいえ。はい。